あれ聞こえます？聞こえるよ。あ、OK。聞こえてる？はい。OK、OK。はい、こんにちは。スプライトライダーです。さあ、今日は、お初。フォロワーさんであり、視聴者さんの笹釜くんと、はい、西のカフェ、行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、Z900 ね、本当に、あんま見ないよね。そうですね、うん。Z シリーズね、宮城であんまり走ってないから、はい、うん、本当に珍しい。いやアクラコもかっこいい。そしてうるさいですいいじゃない。そしてステッカーが剥がれちゃったちょっとね、後であげますちょっと悲しいことになっちゃって、悲しいことになっちゃってるからね、ちょっと後であげます。はい、それじゃあ行きますか。はい、いや、そう、雪解けてくれてよかったね、本当。そうですね、本当に。よいしょー。ほほほほほ、車が来てるよ。およそ400メートル先、左方向です。テールランプめっちゃ…ん？あー、テール？縦の…そう、縦テール。すげえ。よっしゃ。ああ、いいね。B コムから Z900 のマフラーを取ってる。本当だ。笹釜くん、身長でかいよね。そうですね。182ですね、今。182。でーけー、いいな、羨ましいよ。もともと184あったんですよ、自分。なんか縮んないんですよ。なんで2センチ縮んだ。なんか縮んないんですよね。老化始まったかなと思って。いや、老化早くね。いやー、180、俺も欲しかったな。やっぱ親でかいの。親もそうですね、185、6あるんで。やっぱ遺伝だよな。すげえな、スリッポンでそんなにいい音すんのか。普通に音でかいっすね。めっちゃいいな。あれ、タイヤってサイズ何本ですか？うん、タイヤ19055かな、リア。あ、190か。あ、じゃあ、うん、やっぱでかいんだな。 R1 は、まあ、なんでか55でちょっとでかいんだよね。いやー、いいな、新型 R1 かっこいいな。シートコー高いからね。あ、大変。180あれば全然乗れるんだけど。ローダウンしてやっと乗れる感じかな。左方向です。左曲がります。はい、西のカフェ。あれ、今から西のカフェ行くじゃないですか。うん、初めて行くんですよね。ああ、そうなんだ。はい、ちょっと調べたんですけど、なんかピザ。ああ、そう、ピザもうまいよ。ピザ、パスタ、まあ、パンケーキと、あ、そう、いろいろあってね、結構季節ごとに限定のやつで出すから。あ、なるほど。そう、今はいちごのパンケーキとかいろいろ出てたりするから、それが食べたくて。いちごか。あー、いいっすね。そう、食べたくてさ。笹川くんってまだ19歳？はい。だっけ？あ、そっか。19です。なったばっかっすね、この前。なったばっかか。そっか。おめでとう。この前の18日に、うん、なりました。おめでとう。ありがとうございます。いや、来年だね、飲み行ったりできんのは。そうなんですよ。周り、年上の方が多いんで。みんな飲みに行くのに。まあ、そうだね。自分だけ行けないとか。そうそう。そうだね。まだお酒飲めないから我慢だね。まあ、1年なんかあっという間だから。ああ、まあ、そうですね。そうそうそう。19歳か。あれは19歳の時何をしてたかな。20歳ぐらいの時フリーターだったな。
そうフリーターだった。うーん、車もね持ってたけど、車の支払いと保険と、あそう携帯代ととかさ払ってったらもう全然遊ぶお金なかったもんね。自分で使う金なけないっすね。もうそうそう、いやヘッドライトかっこいいな。ん、ああ分かった、うん、ヘッドライトがかっこいい。小さくだけなんですよ、ここに牙あるの。あそうそうそう、その牙かっこいいよね。そうか、900だけか。そうなんですよ、あんまりその牙見ねえなと思ったんだよな。なんか最近ずっとみんな同じような顔になってきたんですけど、うん、これだけ牙ついててだよね、いいなぁ、かっこいいね。おうおう、行くのかい。そう、ダンプすり抜けできないでしょ。無理じゃない、おじさん無理だと思うよそれ。ちょっと厳しいですね。お頑張るね。この辺いつも混むかんで、ね、そうですね、ここはいつも混んでるイメージだ。しゃあない。七ヶ浜町およそ 300m 先、右方向です。あー綺麗。おーすげえ。おー開けた。おーあー綺麗。さすがに釣りしてる人はいねえか。凍えていますよ。すぐね。凍え死ぬね。およそ 500m 先左方向です。 500m 先左、さあそろそろ到着です。うわ寒いぜ。目的地は左側です。お疲れ様でした。到着です。これあこれこれ、あこっち、うん、あいっぱいいる。これいっぱいいる。人いっぱいいるな。うわでそこに止めるから。はい、久しぶり。七のカフェ激込みやんけ。めっちゃめっちゃ混んでんじゃんか。いつもこんな感じですかね。あーでもこの時間帯だからかな。あー寒い寒い。お店入ろう。いちごモンブラン食べれたからよかった。あと笹鎌くんが誕生日だってことで、誕生日お、まあ遅い誕生日プレゼントだけど、ピザをいただきました。ピザをプレゼントしました。ピザのプレゼントってどうなの。お祝いもできたからよかったよかった。ケーキじゃなくてピザですかね。そうそう。ケーキの方じゃなくてピザを奢ったから。珍しいケース。よし、よいしょ。ええさん、あとはいつものとこで写真を撮って帰りましょう。帰りましょう。はい、というわけで動画はこの辺で終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。バイバーイ。